行テイルズ・オブ・アライズ実況プレイのパート23やっていきたいと思います。前回ガナベルトを倒しまして、また新しい冒険に出かけようというところでね、新しいメンバーローも加えてアルフェンも新しい装いに身を包みまして、今回は新しい冒険ではなくてクエスト消化です。配送の周辺のルフたちを相場するやりましょう。これもいずれやんなきゃな。あとレベル足んねえよ。なんだろうこと。あ、なんか進展あんのかな。うん。火には慣れている。うん。よし。さあ、目的地に着いたわよ。ではでは、クエスト消化です。塾は嫌なの。この辺的なかも大して相手ならんだろう。あいつをぶっ飛ばせばいいんだな。ゴーレムもいらん。さっさと片付けましょう。終わり。こいつでどうだ。根性だ。俺たち大丈夫だ。こっちの技。いいよね。ありがとう。いきなり覚えたな。埋もれているのもあるが、一部は使えないこともないのか。ただズーグルを追い払わないと済めないよね。それに見合うだけの場所かと思う。彼たちまだ減りそうにないの。風波絶衝撃。本部にはちょっと難しそうだね。体感ブレねえ。さあ、目的地に着い。
無駄足だったのに嬉しそうね。ああ、自由ってやつが少し分かった気がしたんだ。何でもいいけど、満足したなら先を急いでもらえるかしら。ではでは、さあ目的地に着いたわよ。お天気いっちゃおうかな。いろいろ技名出てるだけにすげえ気になるんだよな。攻撃あるのに。こいつでどうだ。あ、覚えた。なんだよ。いいなら隅っこで寝てな。してくれるわね。ヘイ。
クッと蹴散らしてやる。打ち込め、終わりだ。現月流星陣、敵が減ったわね。俺がやったんだ。見直せ。現月流星陣、レベル上げないといけない。このタイミングでやりたいんだよな。もいいのか。グレゴンに報告。さあ、目的地に着いたわよ。現在できるクエストは完了かな。よし、話を聞いてみよう。次々クエスト来るんだ。よう、うん、うん、これよっしゃ。よし、スロデンの人々から要望を聞く。外をざっと走ってくればいいかな。早速いるわ。
やっと着いた。ブレゴンに報告よ。ではブレゴンのところに帰りましょう。しよう、見覚えのある景色は安心するな。そうか、よし。ん、待つあれか、あのでけえやつだ。で、地下にいるあいつか。結構強そうだったんだよな。お？な、チェ。
行くか。チェッ、ざけんな。うん。あ、お、あの男、ジルハの言葉が届いたんだ。あれ、ジルハが命がけで叫んだ甲斐はあったんだ。お金を持つ。しょうがねえな。ツインヘッドレベル21。ドキドキして忘れちゃった。
し部屋の鍵。何かに使えそうだな。なんだ。あ。あ。どっかの鍵。この鍵はもしや。なんか他にも手に入れたな。何使うんだろう。風に乗ってひとっ飛び。そうか。うん。なあ。よしよし。待っている人がいるみたい。まだ？まだなくすの？ねえ。ムーバンガング。あっと。うんうんうん。あれ？よし。え？あ、いいの？なんだ？何をするべきだったんだあれ？じゃあ、なんか、これで一応、消化完了したっぽいんで、次回からですかね、また、新しい冒険に、出かけていきたいと思います。いや、シスローデンでのね、冒険も一応これまでということで、まあ、この場所にもね、いろんな出来事がありましたけれども、また次はね、どんな冒険が、アルフェンたちを待っているのか、楽しみで。早くね、続きやりたいです。ほい、ではそんな感じでテイルズ・オブ・アライズ実況プレイのパート23最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれな。